その中で、あやみさんがゆうきさんのお誕生日ケーキを美味しくなる魔法をかけて、ほう。その魔法がかかったゆうきさんが、ミサオの味がするね。と僕はとてもテンションが上がってしまいました。ドラク、あやみさんの味ってどんな味？どんな味？どんな味でしょうね。さあ、そんな中、祁答院は、杉田さん、こちらをって言って、ほう。ね、URL が送られてきて、行っほうほう。たら、なんか、ゆうきさんがアイスペロペロ食ってるやつだった。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、この番組のロケかなんかであったんじゃない？あやみさんもアイス食ってたよ。なぜアイス食ってる動画を送りつけてで、くるんです画像がなんか送られてきて、祁答院さん、これはっていうね。か？きっと杉田さんが喜ぶと思ってって言われて。まあ、喜んだんでしょうね。いいえ。え？葵の方はいい。沙織の方の画像はねえのか。ちょっと、判定はいかが？最近迷惑メールが、ねえ、今、してたでしょ。してたよね。じゃあ、次は私とエッチしようと煽ってきますって。まあ、実際オナニーしてた自分も悪いんですが、正直すごい萎えます、このメールって。こんなメール、パワーゲイザーで根出しにしてくださいって。これは良くない。そうだね。これは良くない。声優さんと同じ名前で、なんかこう、セックスに興味がありますみたいなの来ちゃうの困るんだよね。そんなんあるんですか？ あるあるある。俺見たことない。件名が女の名前で、なんて書いてあるんですか？件名。言えない。言えない。ここだけの話ですよ、ここだけの話。ピーかかるか、ピーって。言えない。今俺言えないわ。危ない。これは、スイヤさんも言えないような対象ってことですね、これ。それはひどいな。だから、夜寝ぼけてみたときに、これからってエッチしませんって書いてあったから。突然同業者から誘われた感がある。こんな携帯のメールに送っちゃダメだよ。どうなんですか？実際もし本人だったとしたら、どう返してました、それ。君は騙されている。なんかそういう番組でそういうバズゲームでもやってんの？とか。いや、きつすぎでしょ、罰ゲーム。いくらなんでもさ、センス悪すぎだぞって、まず怒ると思う。ああ、なるほどね。ブラックジョークっていうのはなって、相手との信頼関係やセンスが命なんだよって、梶田君も言ってたぞって。ああ、まあまあ、説教。いくら俺が須崎が言うところの童貞野郎みたいなキャラだって、その煽りはねえわって言ってた。気になる。お、高野山伝説。連続で200人を抱いたことがある。その昔、名古屋で小安さんのイベントが行われ、握手会を開催。しかし5人目以降から握手が抱きつき会に変わり、その後合計200人のファンを抱いた。ちなみに最初の5人もその後ちゃんと呼び寄せて抱いた。ああ、ちゃんとしてる。なんかキャッチコピーがおかしなことになってるけど。そうちゃんとですしてね、る。200人抱いたってすごいですけどね。そうだね。握手会だったんですよ、普通に握手して、流れてで、そのまま流れていくね。まあ、一般的にやるようなもんじゃないです普通の。そうですね。だ、それだと5人目？ 5 人目ぐらいから。ちょっと数は覚えてないけど、なんかいきなりこう抱きしめてもらっていいですか？みたいな感じになるじゃないですか。なりますか。まあ、別にと思いながら、いいよ、いいですよってやったら、そりゃそうなるよねっていう感まあ、じで、それ握手見てるより人はがいるわねっけだつっもんてね。見てる人が、私もじゃあ抱きしめてもらってもいいですか？そうなったから、もうめんどくさいからみんな抱いてやる。もう最初から抱いてやる。もうそのセリフだけでおかしいですけど、みんな抱いてやる。もうそっからは握手じゃない、最初からもう抱きしめ抱きしめ会。そう、抱きしめ会。しかもね、ちゃんと最初の5人そりゃそうですよ、だっそうですよてね。かわいそうじゃないですか、もちろんそうです。私も抱いてほしかったってなるわけじゃないですか。なんだこれ。そうそう、だからそうですよ。面白いな。福岡県ラジオネーム、みわさんからいただきました。ありがありがととうございう、ます。みわちゃんありがとう。ゆうさん的に、結局のところ、さっちゃんは銀ちゃんのことをどう思ってると思いますか？今なんかさっちゃんが向こうから来てるところ。さっちゃん、さっちゃん、よろしい？ちょっと待って、今もうほら、銀さんがちょっと向こうに控えてるから、ちょっと待ってて。絡んで、絡んで。DOS。どうした？ ドス黒いお前が過ぎただ。バカだな、もう。DOS。いや、それ本物じゃねえか。おい、本物じゃねえか。もうさっき。よう、三代目、元気だったか。おい、メガネだから見た目がよくわからなかったぞ。似てるから。おう、三代目、どうだ。これが、もうね、頼むよ。頭につける薬はないぜ。スイッチビバブゲーバトル。答えはどこなんだよ。サッチャンはどう思ってんの、銀さんのこと。もう勘弁してくださいよ。
僕だよ、勘弁してほしいの。で、何なんだろうな、でも、最初は、互いのことはよく分かってないと思うんですよ。でも徐々に時間を共有していくうちに腐れ縁みたいな感じで、一緒にいたくないっていうわけじゃないんだけども、多分いなくなったらすっごい寂しいんですよ。本当ですか？ちょっと待っててください、はい、ギンさん、ちょっと待って、ギンさん、今ギンさんからすごく、やっぱり帰れ、ギンさん、すごい初かな、はい、音響監督高松真嗣、ああ高松さんから来てますね、はい、早いものでアニメ銀魂が始まって10年以上経ってしまいました。よろずやの3人で思い出すのは最初のジャンフェス版の時のオーディションです。杉田さんはオーディションの時から今の銀さんの感じでギャー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 やかましいんだよ、発情期ですかこの野郎というセリフが、言い方が異彩を放っていて、かっこ笑い、他の方と全然違っていたんです。私的にはすごく面白かったんでありだったんですが、みんなの賛否が分かれましたね。結局そらちさんがいいと言ってくれて決まりました。今となっては3人とも他のキャスティングは考えられないほどぴったりだと思いますが、オーディションの時やテレビシリーズが始まった頃の思い出など聞いてみたいです。質問になっちゃったよ。よく覚えてますよ、オーディションね、うちの会社の人に指名できて、で当時いたマネージャーが、杉田君これ知ってる？この銀婚ってやつって。まあ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 ね、銀婚ね。はい。でもこの主人公メム死んでるし、ネタは昭和ネタだし、かっこよくないんですよって。うん、そうなの？って。ジャンプ特有のかっこいいイケメン主人公じゃない、いや違いますって。少年じゃないし、まず、こいつはギャグキャラですって。その辺勘違いしたらダメだと思いますよ。はーん。でついでに受けるって言われて。ああついででも何でもチャンスもらえんならって言って受けて、よく覚えてますよ。なるほど、結果的にこうなったわけですよ。ソラシさんがいいと言って、だって漫画読んでてこいつギャグキャラだと思いましたもん。だってまあ確かにね、かっこいい時はかっこいいけど、そうそうそう、基本的にはギャグですから、だらしない人、ダメな人っていう、でもそのダメな人がたまたまいいことするからよりよく見えるんじゃないかって当時漫画読んでて思ったんで。あ、不良がな、時々な、犬に傘さしてあげたりするとな。いい、逆に優しい人なんだ。逆に優しい人間がな、ちょっと悪いことしたらもうダメだもんな。本当で、恐ろしい話だ。何もしないことが偉いはずなのに、何なんですかね。おかしな話だよ。僕はオーディションの時君と一緒だったからね。ああそうでした。そうそうそう。そんな話聞きました。銀時役の方が、はい、佐方銀次役のって言った時の釘耳の銀八銀八って。みんな違う。嘘教えてるって。みんな違う。銀時だよ、僕が言うっていう一連の流れです。そこからもう結構オーディションで得点になってそうな気がしますけど。面白かった。ちょっと面白かった、あれ。すげえな。友達みんなキモオタなんで、珍しくその中でスポーツもできるやつがいて、結婚したんですよ、スポーツ方面で知り合った嫁だから、いわゆるその結婚式でも、新郎には秋葉原的な趣味がございます。言い方な、言い方な。その、その司会。なんか抱き枕カバーみたいな膨らまして、浮き輪になるやつがあったんですよ。抱き枕の形の。それを二つ持って、こう、イエーイって、豊島園のプールで、にこやかに笑って写真が出た時の、爆笑とかじゃないんですよ。はぁみたいな。何みたいな、ちょっと引いてんすね、これ。そらな。向こうのご家族、ちょっと、動揺するよな。新郎側は、俺らで、みんなメガネで、みんなもっさりしてて、みんな暗くて、で、新婦側は、みんな美男美女なんですよ。で、俺は、電報読めっていうの、急に無茶ぶりが来て。新郎のご友人、杉田様は、人気アニメ、銀玉で、銀玉だって何？みたいな。恥ずかしめじゃねえか。当然知らないから。ほらね。何あれって言って。秋葉原的趣味がないからね。わかんないからね。杉田ですって言った瞬間に、まあ、向こうのその新郎サイドだけが悪盛り上がりして、キモータ特有の。で、電報も全部その格闘ゲーマーなんで、格ゲーマー特有の煽りの文章ばっかりで。最悪だ。最悪じゃん。これ読むのかよっていうね。もう空気、空気。最低の空気でした。怖い。まあ、僕は嫁の方に、モバコインカードをですね、ネットの課金カードを、ご祝儀よりも多く包んで、これでシンデレラガールズのガチャ回せや、な。おめえの好きな新田みなみちゃん手に入れるんじゃボケ。わざわざ須崎彩にサインまでもらってす。す
すごいね。その時の嫁のリアクションが、急になんか目がスーってこう光が消えて、よかったですねって言って、急に夫に対して敬語になって。怖いよ。あの瞬間が一番面白かった。杉田くん的にはな。うわぁ、怖えなぁ。いや、でも今はもう子供も生まれて、いい夫婦ですよ。よかった。うん、それで本当、砕いてたらね、新郎側の責任になるからね。絶対俺の責任だと。そんなイメージですかね。ふとした、なんだろう、アクセサリーの配置とか、普通の人が真似したらただゴテゴテしてるだけになるのに、桜ちゃんだと一貫して何かまとまってるんですよ。美的センスですよ。なんかすごい褒めてくれるんですね。褒められてますよ。本当ですね。真似できないんですよ、だからそれって。だからいつも見て、そういう組み合わせになるんだと思って。セイントビーストの時に、もう大体だね、どんどん。ネックレスのチャームみたいなものがいっぱいついてる時があって、それこそチェーンも2、3本ついてて、でもすごいまとまってた時があったんですよ。うん、それ今、すごい久しぶりに思い出したんですよ。よかった、覚えてた。思い出すもんだね。うん、なんか一貫してバラバラに見えるんだけど、実はまとまってるっていう、モチーフにもちゃんと統一性があってっていう。この人のレベルはやっぱ群を抜いてるなと思って。そう見られてました。うん、おしゃれレベルが。セイントピストン。もうメール読まなくていいんじゃないですか、ね、プロファイルで終わるから。おしゃれレベルが群を抜いてるなっていう。いや、そう、ありがとう。いやいやいや。うん、次行きましょう。今度あげるね、なんかね。あれ一回欲しいって言い続けたら、ベストくれたことがあって。ベスト桜井さんのベスト超かっこいいです。って言ってたら、それくれたことがあげるよ。今でも宝物です。だからよかった。ほっとかっこいいですよ。わかったよ。ほっとかっこいい。またあげるから、なんか欲しいなと教えて。ありがとうございます。杉田くん、なんかやっておけばよかったことある？英語です。ああ、英語ね。ああ、わかるな。いや、でも今からでもやればいいんじゃない？まあ、でも。やってんの？もうほとんど忘れちゃったんで、勉強し直すんだったら本当英会話みたいなものかなって。まあ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 ね。ふとした瞬間に要求されるんですよ、やっぱり。ディスカウントプリーズってね。ショッピング英語。なんでできること考えるの？それ、台湾で話しかけた。あ、円使いますが。すいません。って言って。ごめんなさい。苦労台無し。ああ、もう二度と使いたくねえと思って。でもね、杉田くんもこの前ね、アフレコ帰りにね、はい、道聞かれてたもんね、外国の方に、ね。まあ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 、うん、軽く説明してたもんね。金髪のお姉さんに。うん、まあ、うん、そうですね。本当に金髪のお姉さんだったね。そうですね。あ、うん。で、遅刻しちゃった。いやいや、そうだから、帰ってきて。それは堀内健優だ。実名健優さん健優さんのホラーじゃないですか、いつも。いや、健優は外、嘘、まあ嘘っちゃ嘘なんだけどね。一番びっくりしたのは、蜘蛛の巣に引っかかっちゃって遅刻しちゃった。朝ね、遅刻した。うん。そうそうそう。あれと、うちを出たら、巨大なペットボトルがあって、それに怯えて来れなかったって話。猫だったっていう。猫よけのペットボトルに引っかかる健優さんって何だろう巨大なペットボトルって言って意味がわかんない。大好きなんだよな、あの話。電車が渋滞してっても意味わかんない。坂田のまんま。ねえ、まんまちゃん。誰あんた引いてねえよ、引き笑いになってねえから。ほんとさ、一回ぐらい成功させたと。まあ、ちょっと星くんっぽいけどね。ああ、やばい、いろいろやばい。あ、ということでね、今回のゲストが来たみたいっすよ。いらっしゃいませ。こんにちは、銀玉沖田総合役鈴村健一です。ごめんな、入ってきづらい雰囲気で。引き笑いでもなんでもないですよね。うん、いや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 言ってたよ。じゃないの。難しい。大丈夫か、パーソナリティ。大丈夫、やらなくていいよ。すいません、本当に。じゃあ鈴村さん、これどれを揉みます？はい、もうね、おっぱいでお願いします。ダメだダメだ。主に女子が聞いてるからダメだ。そうなの、女子聞いてんの。鈴村さん、どういうのが好きなんですか？どういうのって、こう、どういうこと？どういうのを揉みたいんですか？ああ、そうですね。僕は、これ泳がせといていいんですか？針のある感じがいいですね、やっぱりね。うん。はい。何を言うのかよ。じゃ口開けろ。とにかく飲んでくれ。口開けろ、ほら。じゃあ、口開けろ。この、これ飲みたい。あ、飲んでくれ。みかんゼリー。みかんゼリー。あ、いいとこ。うん。わ、ふたふた。これなんかないの？これ選んで、おお、そうですかみたいなのないの？あ、そうですか。よく振って飲んでください。何なのこれ。何なのこれ。一応これ、家にやってきたってことなんで、うん。
いや、まんまちゃんなんでしょ、はい、広い人いないけど大丈夫。でもここ鈴村さんちだっていう。え、鈴村くんちなの、俺が今ピンポン押してる。そう、ピンポンして帰ってきた。君ら玄関から来たみたいなことなの。そうですよ。そうなの、ピンポンっていんのに、すでに僕らが鈴村さんの家にいるっていう、ね。空き巣じゃねえか。先回り。ひどい話ですね、ほんとに。これショックですよね、大丈夫。じゃあ、杉田くんはともかく、坂口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、本当に。本当に頑張っていこう。頑張っていこうよ。栄光の第1位を発表したいと思いますよ。アニメ全201話2回ランキング第1位は65話少年はカブトムシを通し命の尊さを知る。みんなバカなんですか。カブト狩りの会かよ。どうした、なんで、え、銀魂ファンってどうした。え、なんかさ、なんかいい話あんじゃん。なんかあるじゃん。ありますよ。あるよね。あれ？あ、なんでカブトの会なんだこれ。あれ？おかしくね？おかしいなぁ。あれ？カブト狩り？カブト狩り？な、前回も入ってなかった、カブト狩りって。入ってましたね。なんだ、なんだカブト狩りには何があるんだ？みんな小学生なのか。さあ、カブト。とりあえず理由見てみましょうか。ちょっと急いで理由を見ましょうか。はい。ラジオネーム、東京都ラジオネーム、サダちゃんまんじゅうさんです。はい。うんこを素手で握って鼻水をなすりつけてゲロまで吐いてのけるかぐらちゃん最高。ひでえな、おい。下ネタじゃん。続いて、岐阜県ラジオネーム、すずりさんでいいのかな、蜂蜜まみれの近藤さんが良い。みんな欲望しかねえじゃねえか、どうしたの、みんな理由がおかしいよ、突然。鳥取県ラジオネーム、ただのしがない大学生さん、はい。この話は何度見ても笑えます。近藤さんのハニー大作戦や、土方さんのマヨネーズ塗りたくってるのには爆笑しました。だからさ、欲望しかない。続いて、山口県ラジオネーム、もちもちうさぎさん。この話大好きで何回も見てしまいます。カブト狩りじゃーってセリフが大好き。なんかさ、もっと心に響くセリフあったじゃん。201話の中に。近藤、切腹しろ。そこなの。どうしたみんな。もうダメだ。どうしたったんだ。どうすればいいんだ。僕らももう、カブトムシを追うしかないですね。夢とともに。山行くか。山ですね、これ。青梅の方に。カブトムシ行くか。リアル山じゃないですか。リアルマウンテン。リアルマウンテンで。ちょっと険しいっすよ。険しいよ。ただね、涼しいよ。うわ、たまんね。DSG さんで、お供します。おいつうことで。ラジオネーム、あいかみさん。うん。坂口さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、陰陽師編で、野戸真美子さんがパンデモニウム役で出られていましたね。私も、パンデモニウムとの恋が始まりそうでした。おっと、人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまった。ああ、渡さねえよ。うん。謝れ。海野先生に謝れって。ちょっと待ってください。パンデモニウム、あれは新八の妄想ですよね。妄想だよ。ええ、妄想だけど、うん、声は、ね、そういうことだったわけじゃん。でもすごいっすよ、本当に。いやー、なんかね、申し訳ない。オンエアは一人で見た。はい。あれは誰かと見ちゃダメだ。テスト収録の時の坂口さんがもっと神がかってるんで。でも放送できない、放送に耐えられないぐらいガチで緊張してたんで。うん。本当にね。野さんってすごいんですよね、やっぱり。やっぱりコンビ組んで長いっていうのはあるんですから、相手役として、坂口さんと。でもここに来てですよ、パンデモニウムで投入してきたかって。やばいですね。すごい。すごいね。すごいね。あれをやった、本当銀魂スタッフはね、うん、神がかってるね。すごいね。無茶するね。あれだってほら、おっさんキャラでやることもできるわけじゃん。うん、できます。おっさんで顔美少女っていうギャップを作ることもできるのに、うん、あえて、俺をおかしくさせた。どうしたんですか？俺、おかしくなった。次だ！メールを持ってこい。このまま坂口さんが爆発する前に。アフレコ現場でみんなが一番ざわついた瞬間は何？ざわついた。ざわついたってなんだろう？もう基本的に、面白いシーンでざわつくじゃん。そうですね。一番でもざわついたのは、うん、僕的には、あれかな、ウィル・スミスかな。ああ。ウィル・スミスの時は、あの石田さんがっていうざわつきが。そこ入っちゃいましたからね。そこ入っちゃったからね。うん、
テストでなんか、あの、へって言われて。そうそう。本当にすいませんって言った。うん、あんな石田さんを、だから本当完璧な人だから、僕の中では。ね、笑っちゃったっていうのがね、うん、ウィル・スミスは。まあ当然僕らも笑ってるからね。いや、ひどいですよね。ウィル・スミス。だってオンエア時、目に目線入ってましたけど、アフレコの時目線なかったんで。ないからね。あの見開き。明らかに、うん、ウィル・スミスが、そこに立って。でしかもあの、カセラップの曲、イントロ書かれてますから、ドゥッ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 ってやつがね。ウィル・スミスと、しかも、イエス・ウィー・キャンって、違う、セリフ違うじゃねえかと。イエス・ウィー・キャン。あそこはざわついたと僕は思います。いやー、確かに、あそこ高まりましたわ。うん、高まった。ラジオネーム、ミクさん、はい。起きたといえば、お姉さんである三葉さんが出てきた三葉編は、うんうん、いつも放送コードギリギリの銀玉では考えられないくらい涙が出てきてすごく感動しました。今でも心に残っている大好きな話です、うん。鈴村さんにも実際にお姉さんがいるそうですが、うん、兄弟がいてよかったなぁと思えた話を聞かせてください。ということで。なんでいい話させようとしてるんですか。いや、泣かせる話も混ぜてもらって。泣かないよ。三葉編で感情、いや、感動したらしいんですよ。感情ね。乗るんだ。したした。でもあれはいい話だね。いい話、いい話。すごい、いい話でした。管理人さんよかった。管理人さん来ると思いませんでしたよ。ものすごいよかった。俺ね、血を吐かせたりとか。そう。なんか、ゲボ吐いたりして。おげらーって言って。あれがいいよかった。スタジオに入れなかったからな。俺は後ろで見てましたよ。いいな。感動しましたよ。びっくりしました。ナオシカゲボですかね。今すごいなんかこう、途中で急に銀玉の音声に切り替わったら面白いですよね。おじさま、私は、ロロロロロロ。それぐらいの激しい。俺はどっかの怪盗三世も途中で弾くわ。うわ、ないわ。弾くよね。姉ちゃん。姉ちゃんの感動エピソード。はい。感動エピソードか。リアル姉ちゃんですね。リアル姉ちゃん。もう時代のせいですけど、うちの姉ちゃん昔ね、スケバンだったんですよ。ああ、最近聞かねえなぁ。ベタなスケバン。スケバン。ロングスカート引きずってたのんびり気分じゃないわねですよ。本当に。反逆同盟の。すごいのよ。すごくって。え、鉄仮面とか被ってヨーヨーとか。あ、そこまではいかんない。そこまでってそれちょっと違うよね。違いますか。デカ的なものだからね。でもね、そういう感じでね。でね、なんていうんですか。もう時効ですから、うちの姉ちゃん、はいはい、その、なんていうのかな。そういう、グループに入ってまして、グループとつるんで、夜いなくなったことがあるんですよ。で、なんかグループの、これもう、俺がほんと小学生の時とかだから、うん、もうあんま覚えてないし、実際のとこ知らないんだけど、グループの構想みたいなものに多分巻き込まれたっぽいのよ。で、なんか帰ってこなかったの、夜。それを心配したうちの親が、そのグループに、なんか乗り込んでいって、うちの娘を返せってやったらしいんですよ。うんうん、その時がかっこよかったって話をうちの姉ちゃんから聞いて、それが俺の中ではかっこいい話なんだけど、現場に居合わせてないから何のイメージもない。でも俺の中では、こう、土曜9時のあの日テレとかでやってるあのこうなんかドラマのなんかちょっとなんちゅうのこう廃工場みたいなとこに、親父がバーンって入ってきて、なんか行ったイメージがあるんですよ。じゃら、じゃらららそういう感じ。それは何とかでか。そんな感じなのよ。だからそれ、もし本当かどうかわからないんですけど、毎回ね、飲むんですけど、親父と。その話聞こうと思うんですけど、なんかちょっとタブー感があって。そうだね。それには触れろな、みたいな空気があるのを、今年こそは払拭したい。お今年も何も多分そこで軽くお父さんモテちゃって、うん、ちょっと楽しくなって帰ってきたんじゃないですか、と。可能性ある、ね。ちょっと浮かれて。チェーンとか持ってたよ、うちの兄ちゃん。そうですよ。カミソリでできた。そう。ツルとかこうね。あ、でもそういう感じだったよ、でも。本当ベタに武器持ってたもん。困っちゃったじゃねえか、もう。怖いわ。もう、怖い怖い。渋谷に来たくなくなっちゃう。怖い怖い。この空気感を大事にしていくよ。そうですよ。赤いスタジオ怖くなっちゃう。チェーンですよ、チェーン。二度と来たくなくなっちゃう。チェーン以外にも、メリケンサックとか。その話もういいの。え次に行ってほしい。次行っちゃう、次行っちゃう。ガンガンもう、次行っちゃう。はーい、すいません。謝っちゃった。感動しなくても涙って出るんだな、うん、はい。はいはいはい。もういいぞ、もうやめてくれ。はい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 、将軍様だーれだ。私でーす。ほんとよ将軍だよ将軍だよ自分で言われてねーなー。楽しそうだなきついなさあ、質問は何じゃあ、自分の秘密を一つ告白。一番嫌なパターンだな、秘密。さあ、何番だ?1番私だ。将軍かよ将軍かよここだ
来た、ゆうゆうか面白い、ここかー、だーって将軍かよ、秘密、秘密だって、将軍家は代々あっちの方も将軍だ。何言い出すんだお前、何言い出すんだお前、あのさ、オッケーじゃねえよ、全然オッケーじゃねえよ、このお前それガンシモじゃねえかよ、ガンシモじゃねえか、クリアさんがいる、ガンシモじゃねえか、アトミックモンキー一回考えろ、まあまあまあ、どう取っていただいても、関君もそうだし、しっかりしていただいても、確かに、代々そうなんだ、事務所そのものがそういう風に見られるからね、まあ本当の話だから立ちが悪いんですよね、やめろ、ちょい、関さんちょい、怖いわ、小野と安本さん、本当なんか、うるみたいな、はい、バカ、さあ次、はい、やるぞやるぞ、はい、行きましょう、メールがですね、ラジオネーム銀さんの銀さんになりたいです、どういうことだ、どういうことですよね、17歳の女性の方ですよ、杉田さん小屋さんこんにちは、僕は呼ばれないのな、3月6日に行われた銀玉春祭り2016カッコカリ、女子高生にモテてましたよすごく楽しかったです、声優の皆様の生の声を聞くことができて幸せでした、小屋さんの生声を聞けた、聞けなかったのはとても残念でした、そこで気になったのですが、会場での小屋さんのメッセージに裸で寝てお腹痛い痛いにならなければという言葉がありましたが、うん、本当に裸で寝てたんですか、寝てたんですか、どうなんすか、それから私が、それから私は気になって気になって何も手につきません、どうか教えてくださいと、うん、いや裸で寝てるわけないじゃないですかなんで真面目で返してる真面目か、裸で寝るわけないでしょ、寝る人は寝ますよ。いや、僕基本裸で寝ることもありますけど、あれは一応一生懸命ギャグを考えて求められたから。そうそう。なんかこうなんていう、わざわざこうメッセージをね、取ってこう流してくれるっていうから、はいはい、まあ真面目にね語るのもいいけど、うん、まあ多少面白いこと言ってね、受けの一つも取らなきゃいけないかなと思って。使命感。そう。家で必死に考えたわけよ。考えましたか？全文考えましたよ。全文。その場で喋ってるようになるべくしようと思ったけど、多分無理だなと思って、全文考えて、頭から全部書いてやって、で、まあ皆さんその場にいるからって言って、はいはいはい、じゃあ一発、坂口大輔でボケとくかとか思いながら、坂、皆さんみたいなね、ボケたら誰もいなかったって話を後から聞いて。全員ハゲてました。もったいない、ちょっと寂しかったなと、小屋さんのボケを誰も拾わないっていう、ね、必死に考えたさ、もったいない、だからあの中でも言ってるんですけど、リップサービスだと思ってもういろいろこう考えて、はいはいはい、もうボケから始まって、ね、もう本当になんかあのちょっといい声使ってみようかなとか、優しく言ってみようかなとか、普段やらないようなねこう優しさ出したりとかね、しながらそれが誰もいないステージに、誰もいないところでそうみんなになんかガチで聞かれたってすごい恥ずかしめを受けたみたいな感じでね、本当に、いやいやでもね、そういうことだそうですよ、まあでもね、実際お腹
弱いですまさかそんなプライベート情報が出てくるとは。でもあれね、もう一つ言いたいのは、はいはい、あそこの下り考えてたわけじゃん、はいはい、うん、さっきも言ったように考えてたんだけど、うん、あそこをポンポン痛い痛いとお腹痛い痛い迷ったんですよそのミニ情報いりましたかね。いや、書くにあたってね。そうですね。普通だいたいちょっとなんか、うん、ポンポン痛い痛いでって書いて言いたくなるじゃないですか、ね。なりますね。ただそこまでやるとちょっとあざといかな。なるほど。ちょっと狙いすぎかなと思って、そこはポンポンやめてお腹痛い痛いってしたってところがこのなんだろうな、作詞。じゃあ続いて、じゃあ田中、はい、お前の理想のシチュエーションは神様。ああ、お稲荷様っぽいサムシングか。俺ガチで稲荷神社にそういう展開を願いに行ってたたりやられましたから、ね、風邪ひきました、ね、次の日バッチリ風邪ひきました。メスのお稲荷にばっかりお願いしてたら、あ、ちょっとね、うん、なんかちょっと考え直せと。そういうことです、うん、まあ思い直せやって。それはそれで女の塊じゃないですか。すいません、よろしくお願いします。お願いします。 SP 田中の理想、神様と僕。部屋を掃除したらちょっと寒い、それに寂しい、なんだか知らない天井みたいだ。これこれ、いつまでゴロゴロしておるか。起きろ。え、誰？権利的なサムシングで姿は見せられないが、ここに住み着いていた神様じゃ。ようやく部屋が綺麗になって嬉しいぞ。また汚くなりますよ。ダメじゃ、洗濯物はちゃんと畳む、流しに洗い物をためない、ペットボトルはラベルを剥がす。母ちゃんみたいなこと言うなよ。いいんじゃよ。え、今日くらい母と思って存分に甘えるがいい。だが部屋をきれいにしないと、その反り上がった頭をペシペシするぞよ。はい、汚くします。うわ、最高破壊力抜群。お前の声優力も無駄に上がってる。お前1年で随分上手くなったな。ついでさんの上で。ゆかなさんすいません。いやー、ワンチャンスありました。うん。ゆかなさん本当にやる。